大谷翔平の50メートル走のタイムは、大谷の50メートル走 6.4 秒って意外と遅くね。イチローの全盛期が 5.7、5.9 秒らしいぞ。さすがだな。 6.4 秒でも十分速いだろ。お前ら走ってみろよ。野球選手にとって50メートル走のタイムなんて意味ないよな。盗塁の数見ればわかるだろ。十分速いって。身長193センチメートルで 6.4 秒は普通にすごいと思うけどな。50メートル走より一塁到達タイムの方が大事だろ。大谷はスタートダッシュが遅いんだよな。長距離の方が向いてそう。 6.4 秒でも高校生の平均 7.81 秒より全然速いじゃん。野球やってるやつは50メートル走遅いの多いイメージ。大谷の走りフォームめっちゃかっこいいよな。50メートル走より盗塁の成功率の方が重要だと思う。体格考えたら 6.4 秒は十分速いわ。俊足選手の 5.8 秒には及ばないけど、二刀流考えたらすごいよな。大谷の足の速さよりパワーの方が印象的。50メートル走のタイムよりベースランニングのセンスの方が大事。 6.4 秒でも十分速いけど、大谷にしては意外と普通だな。野球選手の足の速さは50メートル走じゃなくて盗塁で判断すべき。大谷の走塁テクニックは一流だよな。タイム以上の働きしてる。50メートル走遅くても試合で速く走れれば問題ないだろ。大谷の足のサイズ 28.5 センチメートルって意外と小さいな。盗塁数やばいからもっと速いイメージやった。 6.4 秒でも十分速いけど、もっと速くなる可能性はありそう。大谷の走力は過小評価されてるよな。もっと評価されるべき。50メートル走のタイムより守備範囲の広さの方が重要だと思う。大谷の走塁は頭脳プレーだよな。単純な速さじゃない。 6.4 秒でも十分だけど、もっと速くなったら無敵じゃね。50メートル走より塁間の走りの方が重要だと思うんだよな。大谷の走力は投打に隠れがちだけど、普通にすごいよな。 6.4 秒でも同年代の平均より全然速いんだから十分だろ。50メートル走のタイムより試合での走塁の賢さの方が大事。大谷の走力は過小評価されてるけど、実際めっちゃ速いよな。 6.4 秒でも十分速いけど、もっと速くなったら化け物すぎるわ。50メートル走のタイムより盗塁のタイミングの読みの方が重要。大谷の走塁は効率的だよな。無駄な動きがない。 6.4 秒でも十分速いけど、もっと上を目指してほしい。50メートル走のタイムよりベースランニングのセンスの方が大事だと思う。大谷の走力は投打のインパクトに隠れがちだけど、普通に一流。 6.4 秒でも十分速いけど、もっと速くなったら野球界の歴史が変わるな。